でもさ、最近さ、あのいろんなさ、お仕事をさせてもらうようになって、で普通のさアーティストさんとかにあの紛れたりとか、あの普通にゲームのタイアップになったりとか、なんかそういう VTuber とか関係ない場所とかで、あの自分の紹介文とか載るじゃないですか。この人はこんな人ですみたいな。それにさ、永遠の18歳のアイドル VTuber って書いてあるのがさ、最近ちょっときつくてさ最近ちょっときつくてさ、この永遠の18歳ってやつちょっと やめようかなやめようかな。あの永遠の18歳なのは変わりないんだよ。永遠の18歳なのは変わりないんだけど、その普通のアーティストさんとかに混ざったところにさ、なんかそのかっこいいさ、やっぱ文章載っけたいじゃん。かっこいい文章載っけたいのに、あの永遠の18歳のアイドル VTuber って書いてあるとなんかちょっとダサいじゃんその表記いらなくないみたいなその表記は別にいらないと思って、ちょっと次から運営さんに文章ちょっと変えてもらっていいですかって言うかもしれない。その永遠のを抜かして、永遠のいらないじゃん、しかも18歳だから別に何歳にするの。いや18歳だよ、別に18歳だけど永遠のを抜かしたりとか、普通に18歳って書いたりとかっていうか、もう年齢いらなくねみたいなとかでいい気がするので、あのエターナル18 エターナル18のアイドル VTuber、 ちょっとかっこいいな、それにしてもらおうかな次から。エターナル18のアイドル VTuber、 彗星のごとく現れたエターナル18のアイドル VTuber って書いてもらおうかな。自称18歳でよくない？え、やだ、自称18歳はだって18歳なのにさ、自称ってまるで18歳じゃないみたいな。エターナル18ダサい？お前らさ、ちょっと中二病心分かってないよ。私は中二病なんだぞ。正直ダサいっつ、すいません、ちょいダサ、すいません、ダメ